5月14日伊予郡戸部町上原町の愛媛県立戸部動物園で写生大会が行われました。これは動物を間近で観察することにより親しみを持ってもらおうと毎年この時期に行われ、今年で30回目を迎えます。晴天に恵まれたこの日は子どもから大人まで自由に参加できることもあり、大勢の来場者が絵の具やクレヨンなどで思い思いに動物を描きました。愛媛新聞社さん、それから戸部町さん、それから戸部動物園さん、そして我々教員の美術教育連盟というところが共同主催で開催しています。できるだけ子どもたちに本物に触れ合ってもらうような機会を作りたいということで、実際にじゃあその動物を子どもたちに見てもらって写生をしてもらう、まあ、そういう趣旨で始まってもはや30回を数えました。現物生を見るっていう機会っていうのは意外に少ないですよね。先ほどの話じゃないですけど、テレビとか、絵本とか雑誌なんかでよく動物って見るんですけど、じゃあ実際にはどういう生き物なのかなっていうのは意外に知らない。ここへ来て新しい発見っていうのが多々あると思うんです。でまた学校で当然絵画の指導、してるんですけど、どうしてもその教室から離れたところで子どもたちがそれを学んだことを自分の力で画面に表していくっていうのもいい機会なんじゃないかなと思います。大変多くの方に来ていただいておりまして、はい、とてもありがたく思ってます。何を描きましたか？馬。はい、特にどこ頑張りました？馬の顔。馬とロバが喧嘩してる絵を描きました。空が上手に描けました。何を描きましたか？フラミンゴ。どこが難しかったですか？水玉。何を描きましたか？何を描きましたか？コツメカワウソです。はい、特にどこを頑張りましたか？指のここがピンクのところ。ここを頑張りました。描かれた作品は審査が行われ、愛媛新聞で入賞者が発表されます。また、ご覧の日程で表彰式と展示が行われます。